スパイロメーターでの測定結果、波形の最大値と最小値との差が肺活量を示している。肺活量とは息を最大限吸い込んだ後に肺から吐き出せる空気量のことである。肺の全肺気量から残気量を引いた値と一致する。肺気量の単位はミリリットルが用いられる。肺気量は性別や年齢によって異なるものの標準的な肺活量の値は 男性で4000から4 5 0 0トル、女性で3000から4 0 0 0トルとされている。なお、人は普段の肺呼吸において肺活量のすべてを換気しているわけではなく、せいぜい1回の呼吸において5 0 0トル程度を換気しているに過ぎない。肺活量測定にはスパイロメーターが用いられる。通常の肺活量を測定する場合は、息を ゆっくりと吐き出して測定するが、できるだけ早く息を吐き出して計測する場合もある。その場合の計測値は努力性肺活量と呼ばれ、通常の肺活量よりも小さい値を取る。また実測値に加え、年齢や体重から予測肺活量を計算した上で、パーセント肺活量を算出することで、気管視覚調症、肺炎異症などの高速性肺疾患に、 罹患していないかどうかを検査する。その他、肺活量を慎重で渡った値を肺活量指数として扱うこともある。予測肺活量は以下の式によって計算する。若年の人において男子でははっきりとした相関は出ないものの、若年女子では日常的な身体活動が少ないと回答しているものの努力性肺活量は低い傾向にあることを示す。 コホート研究が存在する。また、同じく若年の女子において、慢性的な腰痛を抱えているものは、そうでないものと比べて努力性肺活量が低い、可能性を示唆する報告も存在している。ありがとうございます。